さんこんにちは、ニフコーヒーの川です。今日はですね、お客様から質問をいただきましたので、それにお答えするような形の動画にしたいと思います。粉で買っているんですけれども、豆で買った時みたいに膨らまないんですけれども、どうやって入れるのか美味しく入れられますかというご質問です。実際ですね、粉で買っていただくと、コーヒーに含まれている炭酸ガスっていうのがほとんど抜けてる状態でも届いてしまいますので、新鮮なコーヒーを引き立ての状態で入れるのとはちょっと勝手が違いますので、それも動画にしてお届けしたいと思います。それではやっていきましょう。深入りのコーヒーを使います。まずすり切り2杯ですね、入れていきます。入りました。そしたら少し平らにしてあげて抽出していきます。まあ、コツとしてはやはり膨らみが弱いので、まずお湯を染み込ませてあげますが、そんなに膨らみません。全体にこのお湯が行き渡ったなと思ったら、次の抽出を始めていくという感じですね。実際よく膨らむときは30秒ぐらい待ったりしますけれども、もうこれぐらいでどんどんお湯をかけていっていただいていいと思います。ガスが出ない分ですと、お湯の染み込みがすごくいいので、そうするとコーヒーの粉からお湯に成分が移りやすい状態になっています。ですので新鮮な時よりも味が出やすいので、その分早めにコーヒーを抽出してあげる必要があります。ですので深入りコーヒーは結構じっくり入れてくる入れ方のコーヒー屋さんも多いですけれども、実際そんなに膨らみが強くないタイプですね。粉に引いたものとか、あとは豆のままでも結構日にちが経っちゃってるものとかあんまり膨らまなかったりするので、そういうコーヒーはもうどんどんお湯をかけていっていただいて、抽出を短めにしてあげた方が最終的にちょうどいい味わいになると思います。だいたい1分過ぎぐらいですね。その他の注意点は新鮮なものと同じですね。お湯はできるだけ低いところから注いであげる。あまり端の方にお湯は注がない。使うお湯の温度はできるだけ高い温度のお湯を使うことですね。あと 50cc 抽出したらおしまいになります。はい、これで 200cc 抽出可能です。大体2分17秒大体これぐらいかなと思います。普通に深入りコーヒー入れるんでしたら、新鮮なやつだったら、まあ、2分半から3分ぐらいですけど、ちょっと早めに仕上がる、大体これぐらいでちょうどいいと思います。膨らまないコーヒーでコーヒーを入れることもよくあると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。